にちは、木下優香です。今日は大食いについて話そうと思います。よくわかる大食い、この大食いとかに関しての質問めっちゃ多いんですよ。なので今日はそれに対してちょっと答えようと思います。で、一番よく聞かれるのが、なんでそんなによく食べられるのかっていうことをよく聞かれるんですけど、これは体質ですね。で、お医者さんに前見てもらったら、胃袋がすごく丈夫なんですって。だからこの上半身全体ぐらいに胃袋が広がることができるんですよ。だから、食べることができるみたいです。で、この質問もよくもらうんですけど、なんでそんなに食べてるのに太らないのっていう質問なんですけど、これは体質っていうか、よく食べられる体質じゃないですか。そのよく食べられるから太らないんです。よく食べる人ってよくおると思うんですよ。でも、その一般レベルのよく食べる人じゃないレベルでたくさん食べるから、体がもう吸収せずに消化しちゃうんですね。普通の人が食べられるレベルじゃないぐらい食べられるから太らないってことなんですよ。だからよく食べられるのは体質なんですけど、太らないのはよく食べられるからっていう感じなんですよね。あと、これもよく聞かれるんですけど、普段からそんなにいっぱい食べてるのかっていう話ですよ。まあ、これは人によるんですけど、まあ私は普段はお腹いっぱいになるまで全然食べてません。腹6分ぐらいなんですね。腹6分って言っても普通の人の大盛りぐらいかな。で、普通の人の大盛りぐらいで腹6分までいけるんですよ。10分までが長いんです。これも前病院で見てもらったんですけど、胃袋が食べる前は、まあ、普通の人より一回りくらい大きいくらいの大きさなんですけど、お腹いっぱいまで食べると7、8倍かな、まあ、広がるんですよ。胃袋が食べると広がるんですよ。だから食べないかったら胃袋がそんなに大きくならないから耐えられるんですよ。普段からそんなに食べないと痩せちゃうのかっていう話なんですけど、で、これはさっき言ったんですけど、たくさん食べてないから体がゆっくりゆっくり消化するから、その量でも生きていけるんです。こういう感じなんです。これ胃袋です。何にも食べてない状態で、で、食べ物が入ってくるとちょっと胃袋が広がって、で、もっと入ってくるともっと広がるんです。だからこの腹6分状態ぐらいのが、胃袋が広がり続ける限り続くんですよ。だから普段そこまで別にあんなに大食いしなくても、生きてはいい、大食いしなくても、まあ別に腹6分だから満足はしてないけど、まあ、我慢はできますよね。私、家が結構貧乏だったんで、小さい頃お腹いっぱいになったことなかったんですよ。だから腹6分状態でずっと生きてきたから、まあ慣れてるっちゃ慣れてるんですよ、そういう生活も。初めてお金を稼いだ時に友達とバイキングに行ったんですよ。で、人生初のバイキングで、あ、私は人より食べられるんだなっていうことにそこで気づいたって感じなんですよね。それまではお腹いっぱいになったことなかったから全然気づかなかったです。学校の給食とかも食べるのが遅いから、もうおかわり2回ぐらいしか行けないんですよ。おかわり2回行ったらみんなももう行っとって、おかず全部なくなっとるからもう食べられないんですよ。体に悪いよってよく言われるんですけど、私ね、多分私の場合は体に悪くないと思うんですよ。大食いした場合って消化がすごいんですよ。大食いしたものを全部吸収してるわけじゃなくないから、溜め込んでるわけじゃないんですよ、消化しちゃうから。トイレに行く回数とかって大食いした量によるんですよね。まあ、たくさん食べればたくさんトイレに行くし、普通の量だったら、まあ、普通ぐらいしかトイレ行かないしって感じなんですよね。で、やっぱり大食いした場合って未消化気味なことが多いです。まあまあ、この辺はちょっともうあんま話したくない。私もね、女の人なんでね、ちょっと恥ずかしいです。そこはたくさん食べると喉めっちゃ乾きます。それは多分消化に水分をすごく使うから、まあ、食べたら消化する量によって水分取らないといけない水分も増えるんだと思います。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。